紳士とは、身体とも呼ばれ、土地、財産、人間などを自由に支配、処分することを指す。原理は、文字の通り、進むことと、止まる、退くことを指していたが、自身のみではなく、他者に対して、同様の指示を行うという意味も有しており、やがてそれが発展して人や物を自由に、取り扱うという意味を持つようになったと考えられている。古代日本においては、ところが、 サタなどを含めた広い意味で用いられた。中世においては、所領、書式に対する密類期と没収あるいは部人と、会役の権利行使を意味するようになり、近世に入ると、領主の任命が抗議に集約されたために、土地や財産などに対する、配達的支配権や、司法的処分権を意味するようにあり、主に身体表記が用いられるようになった。 中世の紳士については類似の概念である、治療との関連について、法制史の世界で論争があった。すなわち、中田薫は、紳士も治療も、近代法における専有を意味しており、紳士が人間に対しても及ぶという点を除けば両者は、同一であると主張して、戦前における通説であった。これに対して、牧賢治、石井良介、高柳晋三らがこれに反論した。 マキラの反論の内容には、違いはあるものの、治業が一定の不動産などに存在する各種の、溶益権の行使を指し、紳士が、部人や機、密類意気、改益などの人事や、それに付随する諸権限に対する、処分権の行使を指すとしている。紳士、治業の双方の権利を有する者を一円紳士と称する。ただし、中世の土地法制においては、 複数の領主が存在し得る複雑な構造である上、公家政権と武家政権の平存などもあり、紳士が誰に帰属するのか、また実際に行使できるのかという点に関しては、上記の定義にもかかわらず常に問題を有していた。すなわち、一家や下級領主に関する紳士は、紳士できる者が親や在地領主など限られており、 上記定義のような排他的な支配が認められていたが、上級領主に関する真摯になるとその対象になる、召喚などの現地領主の支配力が強力であったり、幕府の夜、自党人事に、本所、領家は介入できないなど、書式が持つ性格や法令、監修、政治的軍事的な力関係などによって、その権利行使は制約を受けた。そもそも、本所、 両家などの上級領主がその所領のすべてを完全に管理することは不可能であり、表面上はともかく実際に自由に支配、処分をすることは困難であった。ありがとうございます。